はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。というわけで、本日もスタッフチャンネル始まりましたが、本日なんとゲストの方に来ていただいております。スイニーさんに来ていただきました。というわけで早速皆さんの方に自己紹介をしていただければと思います。はい、あやじしきです。つくもねるです。平瀬みのりです。青柳徹です。私たちスイニーです。よろしくお願いします。スイニーさんです。なんか皆さん一人一人キャッチコピー的なのはないんですか？ないです。なんかポーズとかもなくて。あ、そうなんですか。なんでこういう時ちょっと気まずくなる。じゃあ今後なんかそこら辺も考えていただいて。というわけでですね、普段ライブ活動ですとかいろんなアイドル活動されてると思うんですけれども、スイニーの皆さんに、目指せジョイサウンド親善大使という形で定期的にイベントを開催いただいております。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、カッコ仮で、カッコ仮で全然我々としてもありがたいんですけれども、まあそのジョイサウンド親善大使を目指していただいている以上、まあ、我々ジョイサウンドの知られざるサービス、知っていて当然だと私は思うわけです。そうですよね。そうですよ。なんだからそれをあの皆さんにね、分かりやすく魅力的に伝えることも当然できるのではないかと。確かに。確かに。我々のカラオケのサービスでミュージックビデオをカラオケボックスで見放題でみんなで盛り上がれるようなサービスがありますので、まあ、それを実際にどうやって使うのかっていうのをご紹介いただいて、かつ実際に使ってもらって皆さんにその魅力をお伝えいただければと思いますが、はい、はい、やっていただけますか？いいかも。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速やっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。説明しよう。はい、今回はカラオケでミュージックビデオが見放題のサービスについてスイニーのみんなと一緒に実演しながら紹介していきたいと思います。はい、ちなみにみんなは知ってますか、この機能は？知ってる。お、さすが親善大使。え、みんなもじゃないの？みんなもじゃない。カラオケジョイサウンド、まあ、いつも日頃からそう利用させていただいたんですけど、あのその時にあの見つけました、たまたま。おお、すごい。感動しました。ます、ね、涙を流して感動しました。それは嘘。そう、今ちょっとトールちゃんも言ってくれてましたが、カラオケで公式ミュージックビデオを見ることができるサービスになります。うん、そしてスイニーのミュージックビデオも配信中になります。やったー。ありがとうございます。こちら使い方も簡単ということなので早速実演していきましょう。はい、お願いします。お願いします。え、では、はい、まずスイニーで調べてみます。そうですね、スイニー、スイニー来ました。お、顔いっぱいある。来ました。このね、マークが、このマーク、ミュージックビデオって書いてある。このマークが、かわいい。このマークがある人は、はい、あのミュージックビデオが見れるんだ。この歌手の関連ミュージックビデオを見る、うん、ここを押すと、ほら、あ、すごい、スイニーさんのいっぱい出てきた、うん、MV。 そう、こうやって一覧で見ることもできますね。すごい、たくさん。どうする、スイニーさん見る？見よう。見たい見たい。何見る？何がいいか。カメラワークが独特なんよ。確かに。何にしようかな。新しい MV も入ってますね。いいね。どこ？ギリ通り過ぎたよ。あ、それ。そう、見てみようぜ。ミュージックビデオ、ライブ映像を見て楽しもう。歌詞テロップは表示されません。うん、え、いいですか、予約して。うおーおー、来た。を見るのもいいけど、うん、こうやって大きい画面で、ね、あの打ち上げとかで使うのが、ね、確かに好きな、うん、友達とかと一緒に、ね、楽しい、うん、入り部終わりとかにもカラオケ、ね、グ
ごい可愛い顔たちだったね。やっぱ可愛い顔たちを、うん、友人にもね布教できるっていうのは最高ですよね。可愛い顔たちが言われちゃった。可愛い顔たちがさらに大画面で見えるっていうのがいいですよね。あのね、カラオケの本人映像だとやっぱりカラオケなんで、うん、アーティスト本人の声って入ってないと思うんですけど、なんかアーティスト声入ってるから布教し、うん、よりしやすさありますね。確かに、この子のこの声が好きとかいう宣伝もできそう、ね、うん、私たちボーカルユニットだし、はい、特になんか向いてそう、この向いてますね、私のここの声がいいのよ。自分でもできちゃう。あとカラオケ歌う側からしたら、歌ってる最中の布教ってめちゃめちゃ難しいじゃないですか。なかなか難しい、確かに歌うのと、この子なんだよみたいな忙しさがあるので、ありますね。ミュージックビデオ見放題で確かに集中できる。確かに、はい、いいサービスだこと、うん、いいサービスなんだ。個人的に推しのアーティストとかいれば、通常の花じゃない。反応しづらいな。さっきから推してるのか。反応しづらいのよ。このランキングも見れるし。そうですね。あ、じゃあちょっと待って、ランキングで見るのいいね。あ、これ。はい。もう。あ、これの検索もできるランキングもあるんだ。なるほど。あ、あ、あちちちちだ。あちち。あちちちちちですね。おお、そうなんだ。あちちちのち見ていいですか、じゃあ。うん、あれ、これじゃ何を見ようとしてるの。これ、父親役じゃない、右下の。あ、これか。見てるだろうが、尺が、尺が。こりゃいいですね。こりゃいいですわ。あれだね、なんかカラオケとかで、うん、あのファンの人同士とかでやって、うん、ちょっと疲れた語ろうみたいな瞬間とかも、確かに推しの顔が流れてるっていうのはいいかもしれない、うん、推しの顔が一番いいですからね。というわけで、今回はスビニーの皆様にミュージックビデオ見放題サービスについてご紹介いただきました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。さすが親善大使というだけあって、もうものすごく理解もしていただいてるし、まあ、魅力の伝え方もとても素晴らしかったと思います。おお、ね、じゃあカッコ仮は外れて、今日から親善大使ということでいいですか。おお、じゃあ相談させて。社内相談させて。大人がうつめた人。まあ、カッコ閉じがなくなったかもしれない。ああ、ちょっと消えていく。消えていく式なんだ。ちょっとずつ消していきましょう。じゃあ最後に、あの皆さんの方から告知等々あれば。うん、はい。私たちスイーニーは9月の20日にミニアルバムアウフヘーベンをリリースさせていただきました。はい。それに伴って初の全国ツアーなどやっております。なので、うん、詳しくは概要欄の方に書いてありますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがたい、ありがたい。今回はサービス紹介していただきましたが、ちょっと他に皆さんにぜひ体感いただきたい女優さんの新しいサービス2個ありますので、ちょっとそれで遊んでいただければと思いますので、遊びたい、はい、次回の動画もお楽しみに。女優さんの女優さんの